はい、皆さんこんにちは、ワネリングリュウシです。信長の野望創造戦国理史伝の続きやっていきましょう。明智光秀でプレイをしてですね、信長に対して独立を仕掛けて敗れ、再び信長の家臣となり、その信長は健在なものの、光秀自体が死んで、今、養子の秀光が当主を務めるという、明智家でのプレイですね。続きをやっていきましょう。現在はですね、伊達との交戦を続けてます。で、もちろん最終的にはまた信長軍に対して反旗を翻していこうと思ってますんで、関東一円を傘下に収めた上で信長軍に反旗を翻そうかなと思ってますんで、ここはもうできるだけ領地を広げる意味で、対伊達戦の軍団長であるうちにですね、どんどん勢力を拡大しておきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。まずは出陣ですね。こちらの石塚城に対して兵を送っていきましょう。一時伊達軍にかなり押されるというシチュエーションもあったんですが、その後ですね、徳川軍の参戦があって、だいぶ事態を有利に進めることができるようになってます。なので、今この機を逃さずですね、一気に伊達軍を叩いて、この明智家の領土を一気に拡大させていきたいなと思ってます。そういう意味では、もう全兵力を突き込むぐらいのね、感じでやっていきましょう。で、今この根知城に明智の本拠を持ってるんですけど、これもそのうちですね、根知城からこの関東に場所を移したいなと思ってます。では早速やっていきましょう。今こちらの烏山城であってるかな、の方では伊達軍と織田軍が戦ってますね。ちょっと状況を見ながらどこに兵を繰り出していくかっていうのも考えていきましょう。腕が鳴るぜ。今甲府大将ごで命騒よ。乱先月の収支が起です。きて報告いいたしるます。ので、これほっといてもいいんだけど、沈めちゃえるんだったら沈めといてもいいかなって感じもしますけどね。信長軍と戦闘になるってことを考慮するとですね、城はもう極力大きく強くしておきたいなと思うので、根知城はもう明け渡して違う城に移ろうと思ってるので、この江戸城とかをね、この四層天守とかしておきましょうか。どっちがいいかな。常備兵が3割増加の連立天守の方がいいかな。連立天守にしましょう。で、あとは万騎城も大きくしていきましょう。まずは門をね、強くしていきたいと思います。門はね、結構重要ですからね。城郭施設も建てていきましょう。出丸も建てましょう。出丸がないとね、包囲されてしまった時に出陣ができなくなって、それはかなりピンチになりますからね。門の強化と出丸は早めにやってた方がいいですよね。ここはもういずれ信長と再び織田軍に対して反旗を翻すっていうのを前提に城を強化していきましょう。で、その上で建設関係は委任。建てるところがないって言われたらね、それまでだと思います。根知城の強化やっちゃったな。改修ですね。自動にしたんで。いいでしょう。で、提案で人材をもらっていきますが、とてももらえるような状況じゃないですね。この辺りはもう、長宗我部、元親、景勝、大内義興、この辺りはもう本当に、元大名クラスですからね。欲しい武将たちではありますけども。真田信之がいるな。148。これはどうしても欲しいですよね。今、真田家を取り込もうとしてるので、ここはそのうちね、
武勲をあげてもらい受けましょう。出陣します。腕が鳴るぜ。今ここが詰まっちゃってるので、詰まってる兵は遊ばせておくともったいないので、かしこまりました。動かしましょう。かしこまりました。出陣します。表情を始めます。報告いたします。この兵をちょっと戻していきましょう。かしこまりました。さあ、こんなところでいいですかね。で、投資ももう委任しちゃいましょう。稼いだぞ。あとはもういかに効率よく兵をくっついてかっていうところになってきてますからね。出陣するぞ。敵に城を奪われたってどこを奪われたんだ。会津新宮城。会津新宮城っていうのはどのあたりだろう。ああ、ここか。ここ最上に奪われたのか。なるほど。ここは最上勢が兵を送ってきてるんだな。しかもそれなりに大きいし、最上義満は1万を超えてますね。最上義満もかなり強敵ですからね。もう伊達軍を追い込んでますけど、今度最上軍との戦いに。皆さん、無理はいけませんよ。ね、これで決まりです。ご命を報告いたします。報告いたします。ここにまた人を配置していかなきゃいけないけど、結構もう武将数が不足する傾向になってきてるので、ちょっと考えもんですよね。あと余力があるのが、あ、真岡城、新岡城、ここあたりはまだまだありますね。兵が、兵じゃない武将数が。ここは斎藤利光を送り込みましょう。腹心中の腹心についての。で、ここの読み方ちょっと確認しましょうか。どっちだ、真岡、新岡。真岡ですね。真岡でも新岡でもない、真岡城。ここで、橋場秀次奥には落としたので、この先どっちに進軍していくかですね。この太平洋沿いに飯野平城。ここをちょっと攻めてみますか。ただこっちには敵の援軍約5000が迫ってますね。この5000をどこで迎え撃つかですけど。承知しました。あとはこの辺りでも無駄に苦戦を強いられそうな感じもしますね。宇治政が小峰を落としてるんだ。であれば小峰のさらに先、この菅川城を狙います。かしこまりました。感じで戦ってますね。表情を始めます。報告いたします。兵が重なってくれたおかげもあって敗走させることに成功してるな。太田城は落ちるの時間の問題だな。で、この大江新兵隊に対しては雪村、まあ信繁ですね、まあ、戦闘中なので問題ないでしょう。さらに菅川城は落とせそう。よし、これはさらに進行できそうですね。
ただこの独立を仕掛けた時にどんだけ武将がついてきてくれるかっていうところはちょっと不安がありますよね。結果的に独立したもののあまりついてきてくれる武将がいなくて、圧倒的信長軍に対していろいろね不都合が起きるんじゃないかなっていう気もしますが、ここで利家も死にますね。秀吉が死に利家も死にますと。さあこれで利家も死にましたね。前田は利長が後目を継いだというところですね。表情を始めます。いや信長長生きするな、そう考えると。圧倒的だな信長軍は。あとどこを落としていくかですね。やっぱ効率よく始末していきたいって考えると、この元宮城になるかな。元宮城を落とせば承知しました。交通の要衝になってるようなので、三春城であってるかな。ちょっと読み方だけ確認しちゃいましょう。三春城、そうですね。さらには日本松、小手森、あとは猪苗代、まあ、この辺も十分攻略圏内に入ってきますね。さああとそろそろ城の改修ができるところが増えてきてるんじゃないかな。ちょっと回収していきましょう。江戸城は連立天守でだいぶでかくなってますね。櫓を建てれば終わりかな。そうですね。あとは甲府大城も規模を今拡大中で、天守も二層天守にまずは上げちゃいましょう。でさらには出丸をグレードアップ。万騎城もどんどん強くしていきましょう。まあ本当に信長軍と戦うときに必要になってくる一番のものっていうのはこの城の強度ですからね。あと武将数もないとその門を守れないので、武将もねそれなりに数が欲しいっていうのがあるので、できるだけその最後のとどめに関しては自分で刺したいところにはなってきますよね。そうすれば丸ごと自分の家臣に入ってきますからね。で信行が148、まだちょっと足りないか。もう一個城落とせば確実に県内に入ってきますね。信行を配下に出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。我に続け。我が策お見せしましょう。我らに打てぬ敵はありません。での今表情を始めます。雪村隊が兵糧が尽きそうだと言ってきていたので、ここは小峰を経由しましょう。一度かしこまりました。でここにいるのは片倉か。ひよってますね、宇治政が。
で、こちらの方は鳴光が来てますね。ここは一度撤退させた方が良さそうだな。かなり武将不足にはなってきてますね。加勢いたします。かかれ出陣する。お味方が捕らえられました。いざ参ろう。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。交通の要衝にある本宮城が激戦になってますね。ここは一旦兵を引きましょう。ここで自軍の部隊の損害を増やすのは得策ではないので、信長の本軍にここは奮戦してもらいましょう。やっぱりここ交通の要衝であるだけあって、伊達軍も北からと東側から攻めてきてますね。さらには大崎家、これが今猪苗代に迫ってるな。これでようやく信行をもらえますね。ん？どこで敵と戦ってるんだ。騎乗する。大丈夫だよね。よしよし。騎乗する。一旦兵を蓄えましょう。再び敵に城を奪われました。猪苗代が落とされたか。やっぱまだ東北方面はかなり激戦になってますね。本宮城の守りとかもかなり強固な感じになってるな。ご命令を。先月の終始です。集結してますね。鳴光、片倉、影綱、この辺りが総勢1万5、6000はいますね。まだ伊達輝宗が健在っていうのもすごいですよね。出陣します。出陣するぞ。出陣します。味方有利は変わらないので、織田軍有利は変わらないので、先月の終始です。どっかのタイミングで兵力を投入していきたいですけど、こことかもうすごいことになってるな。敵味方入り乱れて、猪苗代湖周辺は激戦地域になってますね。ただその激戦地域があるってことは、逆に伊達軍の兵力の空白地帯もあるわけで、そこを狙わない手はないですね。というわけで、この飯野平城、ちょっと読み方がどっちだろう、確認しちゃいましょう。飯野平ですね。飯野平城を狙っちゃいましょうか。兵が3000以上出せるようなところは、もう、出陣して、この飯野平を落としましょう。で、できればね、この飯野平のさらに北にある、こちらの城も落としてしまえば、権現道場ですね、落としてしまえば、この一帯を攻略する拠点にできそうなので、権現道場付近まで出陣をしていきましょう。秀次隊は12,000〜13,000出せますね。浅野幸長に対に関しては15,000。16,000か。かなり心強いな。16,000もの兵となると。この辺りにでも、あの武将ね、もうちょっといい武将をつけて、その1万超えの兵力が生きるようなね、形でプレイをしていきましょう。今はまだその、言っても、
信長軍と本格的な戦闘になってないので全然いいですけど、この先やっぱり信長軍と戦闘になるってことを考えると、いい武将がそれなりの兵を率いていないとかなり厳しくなってきますもんね。よし、こんなもんでいいでしょう。2つの城もう一気に攻め落として、さらに余力があればさらにその先、我が策お見せしましょう。戦へ参る。我が策お見せしましょう。表情を始めましょう。先月の終始です。ここはだいぶ押されてるな。猪苗代湖周辺のこの本宮城を落とせるかどうかで東北方面の戦いが変わってきますね。出陣するぞ。力を合わせよ。さすれば勝つ。出陣します。あなたたちに勝ち目はありません。出陣します。液晶よし。あっさり落としたぞ。このままじゃあ快進撃を続けていきましょう。承知しました。当然その信長織田軍に反旗を翻した時っていうのは当然家康とも反旗を翻して戦うことになるって考えると、味方が全くいない状態になりますね。以前だとまだね毛利とかいたんですけど、今だとどうなんだろう、誰かこっちの味方になってくれるような大名が残ってるのかっていうと、もう信長がほぼほぼ滅ぼしちゃった感じになっちゃいますよね。退避しろ。あなたたちに勝ち目はありません。我が戦お見せしましょう。敵将捕らえたり。出陣するぞ。出るぞ。ここはもう部隊をあらん限り送っていきましょう。兵糧ぐらいですね、心配は。表情を始めましょう。先月の終始です。本当にこの太平洋沿いは伊達軍の兵力の空白地帯が生まれてますね。これを逃さずに本当に一気にね抑えていっちゃいましょう。信行を最前線に送り、ちょっとでも本当にもうあれだな、武将不足になってきてるな。火星人を待機せよ。表情を始めましょう。報告いたします。我が策お見せしましょう。加勢いたそう。我に打てぬ敵なし。敵将捕獲した。いざ参ろう。力を合わせよ。さすれば勝つ。お任せください。
ご命令ください。報告いたします。だいぶ伊達軍も追い込まれてきてるよね。こうやって見ると伊達はもう兵力が7万切ってるな。うん、7万は切ってない。7万ですね。兵数7万、今右の方に出てますが、対する織田軍は、うわぁ、もう半端ないことになってますね。200万。200万ってすごい数の軍勢だなぁ。当時の人口を考えると、200万の軍勢を抱える織田軍ってすごいですね。敵将、捕らえたり。我が戦、お見せしましょう。我が戦、お見せしましょう。お任せください。天下に問う我が軍略を。我らに勝てる敵はない。敵将捕縛したぞ。敵将捕縛した。よし、宿老にまで昇進しましたね。一度裏切った明智家が織田の宿老にまで上り詰めたが、先月の収支です。報告いたします。まあ、家臣をもうこれ以上増やせないな。出陣します。いざ参ろう。みな我に続け。もう今織田軍が東高方面のあらゆるところに展開してますね。宮城はどうしても落とせないんだね。戦場で華麗に舞いましょう。出陣します。出陣します。出陣する。我に続け。我が策お見せしましょう。今だったらまだただ伊達と結んで信長と戦うことができるのかな。先月の終始です。これ見ると信長に穴ないよね。もう九州の島津とは今戦闘は起きてないけど、まあ、いずれ戦闘が起きたとしてももう勝ち目ないだろう島津に。で東北は最上が幅を利かせてるけど、まあ10万以下の兵力しか持ってないですからね。言っても伊達政宗がいるね。ちょっとこの先本当に信長に反旗を翻すタイミング、あとどこの城をどう押さえておくかとか、そのあたりも少し考えていかなきゃいけないかなって感じになってきましたね。というところで、まあ、時間もちょうど良くなってきましたので一旦今回はここで終了して、次回ですね、いよいよその信長に対してどう戦いを挑むかっていうのを考えながら、領地や武将、そういったところの戦略を考えていきたいと思います。というところで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方本当にありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。